最後ゆっくりすればよかったですかね、ガジュエンオックスの作りを。どう迷なんっでしたんょう。ですよね。これは原曲はもう完全にフェードアウトのやつですから、難しいですよね。いいんじゃないですか、これで。疲れました。疲れましたね。お疲れ様。こう、なんていうかね、ベースの場合はこの2コードでゆっくりのやつはね、特にね、左手がめっちゃ疲れるんですよね。そうでしょうね。同じ無理な姿勢ですもんね、もともと。そうですね。人間の姿勢とは、普段の生活の姿勢とは違いますそうですね。バイオリンなんかもっと辛いですよ。こんなになって、こんなになって。ね。ああ。で、左手をこんなにしないといけないですもそうですよん。ね。もう肩がすごい凝るらしいですよ。そうでしょうね。